はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。今回はですね、先日ゲットいたしましたマレウスマスカレードドレスのパーソナルストーリーを見ていこうかなと思います。で、前回のアズールの時にもお話ししたんですけれども、今回のね、マレウスもそうなんですけれども、実況するかと思ってなくて、グルービーだけ見ちゃった。でもね、例によってパソストはまだね、スキップスキップスキップでまだ見てませんので、グルービーだけ見ちゃった。なので、ちょっとね、パソストを、見に行こうかなと思っている次第でございます。いや、ほんと、イデア氏とアズールのパソストも最高でしたので、本当にね、もうこのマーレウスの、まあ、マーレ様の、っていうか、マーレの。私もマーレってガーゴイルみたいに言いたくなっちまうけど、マーレのパーソストも、どんななってんのかめちゃくちゃ気になりますよね。もう本当楽しみ。はい、お迎えは、前回と同じジャミルパイパーくんとなってます。ブルームバースデーですね。本当可愛い。何このバージョン、本当可愛いんですけど。アズールはね、仮面舞踏会の直前の話だったんですけれども、マレ様はね、一体どの時系列というかどのね話をしてくれるのか、ね、モザイクかけときましょうね、ママ気休め程度のモザイクかけときましょうね、まあ、多分サムネバレしてると思うけど、はい、最初から最初からやり直そう、映画始まっか、ちょっと待って、笑顔なんですけどマレがちょっと、あ、そっかそっか、招待されたよっていう直後の感じですね、これはね。いや、まさかね、この招待が嘘だったなんて思いたくないよね。もうほんとご機嫌じゃないの、マレウスドラコーニア君がさ。かわいそう。ね、嘘じゃないほな。すごい考えてる。すごい考えてる。真剣に考えてる、マレウスドラコーニア君が。うわーぞっとね。あなたがいてくれるだけで本当にね、もう贈り物ですよ。もう最上級の。あっけ、ちょっと待って。ケーキだって、かわいい。ちょっとシルバーの。うわ、私だったらもうあなたにケーキをたくさん。あ、そうだね。まあ、でもそういう発想がかわいらしいの、あなたは。なんだろうね。乳製品使わないケーキ？そうだね。どうした？思い出の品なのかな？あんまりシルバー、ケーキが好きなイメージなかったんですけど、シルバーの好きなものって何だったっけかね？違うらしいですよ。ちょっと、うわー、いい表情してる。その、親子と絆の物語じゃないですか。やだ。やだ、親父殿、思ってるこの表情。ほんと、何この慈しみの表情しまくりじゃん、シルバー。今回イベントで、やだ。あ、だ。それは絶対にやめた方がいいよ。ご必要でシルバーも言ってる。かわいそうに。あ、そうだね。確かに、マレ様もケーキは嫌い。アイスが好きだからね。いや、全然残念じゃないのよ。つい本音が漏れちゃうシルバー。かわいい。あ、そうだね。セベクいいこと言うよ。ほんとそれ。そうだね。私もそうだと思います。そこのものって言われたいものね。そっか、マレ様こんなに楽しみにしてくれて、しかもこんなに熟考してくれたんだ。うわぁ、ごめんね。あんな結果になって。まあ私のせいではないんですけれどもね、ロロフラームがちょっとね。ちょっと感情こじらせちまったせいなんだけれども。お、リリちゃま、あ、何か、あ、もしかしてリリちゃまが歌って言ったのかな？マスゲーム。マスゲームってなんだろう？集団でする体操だって、ラジオ体操かな？みんなでラジオ体操しようぜっていうことなのかな？あ、そう、心を一つにし、一糸乱れぬ。なーに、この表情。なんかめちゃくちゃ怖いんですけど、それなんかね、マスゲームというこのほんわほんわした名称とは異なる威圧的な、そうだね。あ、誰か来るのかな、もしかして。お、来そうな雰囲気。わー、ズールアーシェングロットくん。お、飽きないするつもりなのか。
うん、あ、そうか、チョッパ屋できたんですね。これは商売になるぞって思って来たんですね。あ、なるほど。あー、えらい、アズール。うん、そうなんですよ。うん、ありがとう、そのお言葉だけで私家宝です。まあ私に言われたわけじゃないんですけれどもね。あ、えらい。まあそう、本心で言ってるかわからない。うん、はいはい。うん、これはなんかニヤついているぞ。これはなんか怪しいぞ。さて、ごきつよなんだもん。アーシェングロット君、ごきつよで言うときは大概、ま、せべく。いや、そんなこと言わないで。そうだよ。ちゃんとね、いいこと言ってくれるから、今から。うん。そうだね。ねえ、優しいリリーちゃまね。みんなで話し合ってたんだもんね。うん。お、うわ。うわあ、これは商売になるぞ。これは商売になるぞっていう顔してますね。あ、見て、マレ様すごい純朴だから、純朴だからこんな表情する。かわいい、本当にマレ様。うん、あ、そうか、もう、考えてたんだね。さすがですね。もうね、関わろうとしてるからね、ズールはね。うん、そうだね。うん、そうなんだよ。すごいノリノリ。うん。うわ、ねえ、シルバーってね、息するように褒めるんだよな。うん。ほんと。はい。これで言うのか、もしかして。ああ、やっぱりね。ああ、ズールの提案だったんだ。うわ、驚いてるわ。好き。あ、終わっちゃった。はい。まず1話の最初からやり直そう。1話が終わりまして、次は2話ですね。タイトルなんだろうね、これね。最初からやり直そうって。いや、ほんとね、まだいまいちタイトルがつかめてないんですけれども。いや、例になるよ、ほんとに。もうね、マレ様が、ほんとそう、ほんとそうだよね、アズルね。もうマレ様が一言喋ってくれるだけで、ほんと産業革命って感じ。レボリューション起きちゃうぞっていう感じだ。ほんと名誉だよね。言われたいよ。もうだって私もイベントのリズミックでマレ様がもう歌った、もう一言歌っただけでも狂喜乱舞したからね。リズミックどころじゃなかったから、あの歌ですかってなってびっくりしちまったからね、本当に。しかもさ、歌うまいのよ、マレ様がさ。めちゃくちゃうまかったですよね。もう低音のボイスがすごい響き渡って、大行動に。大行動がね、マレ様の声でいっぱいになったって思うだけでもなんか、天にも昇る気分でした。本当にありがとうございます。やっぱコスパのこと考えるよね。アズールコスパ重視、アーシェングロット君はね、ほん、うん、そうだね。あ、確かにね。うん。やっぱね、学生はあんまお金持ってない。まあ、マレ様はお金持ってると思うんですけれども、まあ、普通学生ってのはあんまりお金持ってないイメージがやっぱりありますからね。なるべくね、抑えときたいもの、高価なものはあげられないですからね。うん、あ、そっか、歌はリリちゃまが、なあ、笑顔。いい選曲だったよね、本当に。うん。お、早速何、ねえ、シルバーのさ、何この表情、すごいこの表情するじゃん、今回のイベントで。何こんな、この子な、どういう成長してるの、すごいんですけど。わあ、マレウスドラコニア君がすごい乗り気だ、すごい練習したのかな、もしかして、最初から歌うまいわけじゃないのかな、練習してあんなに、上手だったのかな、どうなんだろう。うん。あ、やっぱり計画通りだったんだ。え、どうだった？あ、すごい、すごい乗り気だ。すごい厳しいスバルだ。うわー、すごい。ちゃんとさ、歌にも精通してるのよね。そう、うわー、そっか、リリちゃまも、でもリリちゃまはちょっとデスボの、デスボの民だからな。でも歌自体は上手いんだよな、きっとな、リリちゃま。あ、そっか、タイトル回収ですね、ここで。あ、そっか、練習を最初からやり直そうっていう、ことだったんですね。そっか、歌の練習のパソストだから、ああいうタイトルだったんですね。あー、いでやしも来てくれてる。ちゃんと練習に来てく、えらーい。あー、すごい、リリア先生。あ、かわいい。見て、かわいい。全然歌えてない。かわいい。恥ずかしいのね、いでやし。恥ずかしいのね。すごい、かわいい。
うん、ほんと偉いね。君偉いよ、ほんとに。よしよし、ほんとに偉いね。タブレットじゃないね。ほんとに。確かによく来たよね。うん、そんなこと言わないで。うん。そうだったんだ。やっぱり来るつもりじゃなかったんですね。うん。どうした？まあ、このシール攻めコンビは本当に力に物言わせるよな。でもシール攻めコンビの、リリジャマ怖いね。ディアソンの兵力怖いね。すごい怖い顔してる。うん。そうなんだ。すごいいい顔するのよね、二人ともね。マレー様のね、やる気がみなぎりすぎてるのよ。かわいそうに。いいね、足ね。もう絶対逃れられないね。確かに、ディアソの統率力は半端ないからね。うん。そうだね。そう、絶対成功させたいってね。もうノリノリだったからね。本当に。よかったね、仮面舞踏会ね。することができて。返さないだって。むしろ帰りたくないんですが、こちらとしては一生ディアソにいたっていいですよ。むしろ痛いんですが。ずっとマレ様と離れたくないです。こんなにやる気みなぎってるマレウスドラコニア君の歌声ずっと聞いてたいです。あ、はい、歌ってくれるのかな。いやー、うわー、きらめいてる。うわー、ここら辺一帯が、すごい。うわー、やっぱりさ、最初から。うわー、最初からうまかったんだ。うん、そうですよね。もう私、心震えたもんね、ほんとに。もう体も震えたし、心も震えたな。あの、リズミック最初聞いたとき、ほんとに。ほんとですよ。あ、そうなんだ。やっぱり音楽教育も受けてたんだ。そう。そうか、練習もしたからこんなに。うわー、すごいね。4時間練習してるの。やばないね。いつ寝て、寝てる本当に。じゃあ大丈夫。すごいね。マーレウスドラコニア君のやる気がすごいのよ。もう本当に天元突破してるんですけど、やる気が。やばないね。そう、あ、そっか。自主練が4時間で、こういうね、普通の練習もあるから、やばないね。いや、ほんとそう、同じこと言ってる。やだ、私、秀吉とリンクしちゃってる気持ちが。はい、終わりましたね。いやー、ちょっとたっぷりパソストで嬉しいんですけれども、2話が、はい、終了いたしまして、次がグルービーが来る3話となっております。あらあらららら ら。もうすでにノーブルベルカレッジに来ちゃったんですけれども、あら、仮面のマレウスドーラコーニア君。というか今回の、3人マスカレードドレスの3人 SSR のみんなパソスト長いですよね。やっぱりハロウィンにね、気合い入れてる。ツイステッドワンダーランド的には、いや、パソストいっぱいにしたいよね。嬉しいことですね、本当に。だって今もうだって15分ぐらい経ってるんじゃない？いや、すごい嬉しい。いやー、笑顔だね。楽しそう。楽しんでるね。本当にね、最上級の贈り物で私にもください。その歌ください。音源ください。そうだね。わー、ちゃんと感謝の気持ち忘れないマレウスドラコニア君、素晴らしい。あ、ちゃんと、ロロにもちゃんと気持ち寄り添ってくれてる。すごく好きもマレウスドラコニア君。あんなに怒ってたのにね。まあ、確かに、このね、大行動、グレーの花でいっぱいに、カレカレのグレーの花いっぱいになってたんですけれども、そういうロロがね、一人で片付けてくれたっていうことなのでね、もうロロがまた、もうロロ。ちょっとした罪滅ぼしのつもりだったのかなね。ね、もうそういうところ、ロロのね、私そういうところが好きなの。もう出会ってね、ちょっとしか経ってないのに、もうね、どんどんロロの魅力が溢れ出ちまって、本当にカード実装お待ちしてますね。わあ、そうだよね。いい曲だよね。本当にいい曲。ありがとう、リリア。あ、そっか、最初歌ってくれたんだ。ああ、いやー、そうなんだ。まあ、ね。うわー、そうだよねー。
そうだね、いろんな人と出会そうだよね。うわー、マレ様、あ、違うの、あ、違う、ごめんなさい寄り添ってあげられてなかった。うん、あ、そうなんだ、うん、あ、そっかそっか、そうだよね。え、マレ様も、うん、思ったのかな、な、ちょっと悲しい気分。あー、そうだよね、わかります。うーん、あー、そう、え、そんな時あるの、マレさん。えー、ち、でも同じ学生だけれどもさそうなんだ。いやー、これ嬉しくないですか、なんかすごい親近感。うん、いやー、そっか、うわ、なんかこう、パソスト最高すぎない、こんなさ、当初の気持ちを、さらけ出してくれるなんて。いや、本当に素晴らしい一曲、楽曲でしたよね。もう、うーん、ノートルダムの鐘もしっかり見よう、私。いや、あの、今回のね、グロリアスマスカレードあるっていうことで、まだ見てなかったから、一回だけ見たんですよ。ね、でもね、一回じゃ、あの、笑顔。一回じゃね、その、まだ深いところまで知れないからね。やっぱり見とかないとね。うん。まあ何より成功してよかったですよ。うん。そう。そうだね、マレウス・ドラコニア君はね、そう、ちゃんとね、うん、掘り下げるんですよ。偉い。偉い、マレウス・ドラコニア君。え、マレウス・ドラコニア君、すごい笑顔じゃ、ちょっと、やだ、今回のイベントでもお友達100人できたね。お疲れ様、本当にお疲れ様。あ、はい、私やってまいりました。うん、そうなの。もうね、原稿用紙100枚じゃ足りないくらいの感想を述べに来ました、私。いや、ほんと、ね、いいの？ 5 時間ぐらいかかっちゃうよ。ねえ、一言じゃ言い表せない。もうこんなことじゃ言い表せないけれども、とりあえずすごく感動しました。うん、感動した、すごく。自信はあったんだ。そうだよね。あんなに練習したもんね。うん、すごい感動した。もうね、涙が頬を伝えましたよ。わ、ニコニコしてる、すごいニコニ、ちょっと待って、いいの、踊っていいの、いや、もうちょっとね、こんなゆっくりとしたうなずきじゃなくて、もう100回ぐらいの大うなずきをしたいぐらいの、ほんと、うん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 っていうぐらいのむしろお願いしたいっていうこと。いいの、みんな私と踊ってくれるの、いや、嬉しい、ありがとう。いやー、ちょっとね、触れ合えるの、私、マレウス・ドラコニア君と触れ合えるの、よだれ出ちゃう。はい、ここでグルービーが、やってまいりました。すごいグルービーなのよね、これね、ありがとう、本当に。はい、終わりました。いや、まさか、あなたまでシャルウィーダンスしてくれるとは思ってなくっても、マレウス・ドラコニア君、周期本当に、もうね、マレウス・ドラコニア君、ロロともね、踊ってくれるかってロロにも誘ってたし、いや、意外とマレウス・ドラコニア君、誘い上手なんだよな。結構エスコートしてくれるんだよな、マレス・ドラコニア君って、ほんと好き、そういうとこ。はい、ということで、グルービーの、セリフを見ていきましょう、聞いていきましょうかね。グルービーに気を取られて、まあ、素敵だったのは覚えてるんだけれども、セリフ忘れちまったんだよな。すぐ忘れるの、私も3日くらいですぐ忘れるの。はい、どんなボイスだったかな。あ、いやー、そうなの、だからあのパソねえ、最後にやってくれたの、やってくれちまったの、すごい。マレウスエスコートドラコニアだった。いやー、すごい、イケイケの子だった、この子。素晴らしいですね、ほんとマレウスという男は。いやー、よかった。これで、まあ、とりあえず、グロリアスマスカレード対象 SSR の3人のパソスト、見終わったんですけれども、いや、ほんとよかったね。これでもう、ほんと心置きなく12月を迎えられそうです。まあ、12月の1日までね、イベントグロリアスマスカレードは、やっているので、まだ、完走してない方は楽しみたいです。一緒にね、楽しんでいこうかなと思いますし、12月もどんなイベントあるんだろうね。楽しみですね。それもまたね。
とりあえずは朗らかな気分で終えたいと思います。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うぽまつです。